里崎チャンネル。こんにちは。佐藤さん、今日はご報告がありまして。嬉しそうやな。結婚か結婚かとうとう発表。いいの里崎チャンネルで結婚の発表で。違うと、いいの。私、袴田彩絵、この度、結婚しません全然思んないけど、何今の。いや、結婚ってこう、ちょっと違う、結婚じゃない。あ、全然違う、全然。だって、まだ教えられてないんだけど、はい、ご報告があるんだもんね、はい、じゃあ、まず私、結婚もしするとしたら、じゃあここで最初に発表させていただきますよ。そうなん、はい、でも今日そんな雰囲気やで、嬉しそうに。俺らまだ誰も聞かれされてないから、なんかご報告があるってしか聞いてないんだけど、はい、だから何言うか知らないんだけど。いやだ、結婚じゃん。だって暗い感じじゃないじゃん。え、あの嬉しい。卒業じゃない。卒業ってなったらこんな笑ってますよ、ね、あ、まあ、もうやっと解放されるみたいなね、いろいろ卒業って言われてる。違います。いやいや、だって自らだからさ、はい、やらせとかじゃないじゃん、はい、別にドッキリでもないし、はい、実は結婚じゃないでしょ。結婚じゃない。ベイビーなんですか、その曲なんですか。え、知らんの。知らない。嘘や。知ってる。え、ベイビー知らんの。俺の大体佐藤さんがここで歌う曲、こっち誰も知らないですそれ嘘やろ。超もうスーパースターやで。え、どなたの曲ですか。布袋寅泰さん。あ、布袋さんの曲ベイビー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 。嘘やマジで。嘘やん。超、え、誰も知らない。ほんま？ほんまに？初見？はい、ベイビーでもない。ベイビーでもないし、結婚でもない。結婚でもないんですよ。で、嬉しいの？はい。レギュラー？なんか決まったの？違うんですよね。もうじゃあ思いつけへんわ、そんな。じゃあそんなハッピーなニュース。いや多分絶対思いつかないと思います。あれ、ミュージカル。あ、ミュージカル決まったし、うん、決まってないでも映画も出てたし、ドラマも出てでしょ。はい、そうなんですよ。あんのとかに。じゃあちょっと言いましょうか。うん、言ってよ言ってよ。これ、あの、今日発表されたばっかりの情報なんですけど、うん、なんと好きなスポーツアナウンサーランキング、うん、そのびさんの、はい、第1位になりました。間違ってる嘘やろアナウンサーってランキングちゃうやん。だってなんか何してんの。主な番組何よ、逆に。じゃあ、あの、ちゃんと記事があって、ちょっとあんのじゃあ俺にも送ってよ。送るんで見てください。あんのあの、グループ、皆さんのグループ、皆さん見てください。グループラインに送ったんですよ。1位じゃん。そうですよ。しかも元東北放送ゲンフリー、うん、主なスポーツ番組里崎チャンネルってえ、これ何え、好きなスポーツアナウンサーで、はい、主な担当スポーツ番組、え、スポーツ番組なのこれね、もう番組として認知されてるってことか。え、そういうことですよね。え、はい、1位やん。いや、だから候補に入れていただいて、しかも得票率 16.32% で、はい、2位がヒロドさんじゃん、ね、俺も共演したことあるけど、はい、ネット甲子園、うん、で3位がやべっち FC の竹内さんで、はい、で4位が杉浦さんサンデースポーツ、はい、で5位が宮治さんスパークで、6位有働さんで、7位亜美ちゃん、はい、8位あ、鷲見さんで、9位中井さん、10位長嶋美奈さん。嘘やろスーパースター落ちのけてるやんいや、あのですね、これ私も同じ意見なんですよ。嘘やろって感じですよ、本当に。おかしいって。いや、本当に意味が分からなくて、あの、私自身には、うん、スポナビさんから何日か前にご連絡いただいたんですけど、あの、マネージャーさんから連絡が来て、浜野さん、なんかこのランキングの1位になったらしいですって言ってあの、私2回聞き返しましたもん。え、本当ですか。だって、いや、見たパンも入ってて、ハトパンもいて、はい、だって一瞬私このチャンネルのドッキリ疑いましたからねあげるだってなんかスポナビと関係があるから、うん、スポナビの方使って根回しして私にどっちに仕掛けてきたのかなと思って、うん、だからなんかちょっとマネージャーさんと密かに喜んだんですけど、これが出るまでもうヒヤヒヤというか、
しかもだってこの発表の日に里出しチャンネルの収録わけですよ、うん、これなんかあるんじゃないかと思ったんですよ。これ出ても安心しました。だってスポーツナビでユーザー投票を実施したファンが選ぶ好きなスポーツアナウンサーランキング、本日は女性編の結果公開。約1万人のスポーツファンが選んだ最も人気のアナウンサーは誰だ。1人3票まで得票可能で1位。嘘やろってことですよね。1人、1万人以上、ね、そうだ、3万票で 16% だから、だから4800票ぐらい入ってるってことよ。すごくないですか。すごいね。はい、まあ、だからスポナビユーザーの方にこのチャンネルを見てくださってる方がすごく多かったってことでしょうね。そうだね、まあ、どういうふうなアンケートの取り方したのかは分かんないけど、あ、アンケート、はい、あの私締め切り直前になんかフォローしてくださってる方が袴田さん入ってたので、うん、なんかどうしましたよって教えてくれたんですけど、うん、あの何十人かこう候補があって、うん、その中から3人選ぶ形だった。候補入ってるの？私候補に入ってたことがないんだって言ってで、しかも、まあ、私もなんかこう、え、私入ってんのと思ってこうやって見てっても、うん、いないんですよ、一向に、うん、そしたら、一番本当候補の一番下に、うん、あの、もっとだって地方局アナウンサー誰も入ってなかったんで、元、うん、元東北放送原振り箱まで一番下にあって、まあでしょうね、はい、そりゃ一番下に入っててもだってお前、スーパースターよ。いや、そりゃそうですよ見てる人が。いや、だから候補に入ってたこと自体、あの、びっくりしたんですよ。スパークの宮地さんより上よ、まあ、だってヒロウさんよ、はい、ネット甲子園とかも、はい、朝日放送のもうスーパーヒロドよ、はい、で、サッカー界から竹内さん来て、NHK の杉浦さん、サンデースポーツよ、はい、毎週。いや、だから佐藤さん、いいじゃないですか、熱闘甲子園とかやべっち MC、サンデースポーツに里崎チャンネルが勝ったってことなんですが。そうとも言えるな、はい、やばいな。視聴度、視聴率、うん、見てる数が多いってことじゃないですか。やばいな、うん、これは、はい、え、じゃあ、はい、俺好きな解説者ランキングスポナビさん投票で俺1位よ。去年8月ぐらいに来たね。そうそうそう、ありましたよね。で、袴田さんも1位、はい、あれダブル1位です。ありがとうございます。2冠じゃないです。2冠やな、はい、これはよ、はい、いや、それは俺もね、はい、YouTube の銀の盾も嬉しかったよ、はい、これはやばいな。結構ですよ、1位同士なかなかないよね。はい、いや、だって私最近肩書きなんだろうみたいなこと言ってたわけですよ。いや、まあ元アナウンサーだし、うん、今はアナウンサー的なお仕事ももちろんしてますよ、うんうんうん、でも、まあ、これってあんまりアナウンサー感ないじゃないですか。そうだね、はい、なのであのなんか、あ、でも私これでは今スポーツアナウンサーなんだと思いました、はい、あと、あ、なんか、うん、アンケートの答えも載ってるよ。あ、私まだ見てない、うん、今本当にこれ送られてきたばっかりなので。だって元千葉ロッテマリーンズの佐々木友也とコンビを組む YouTube チャンネル佐々木チャンネルでプロ野球ファンから絶大な支持を得ている袴田アナ、はい、とにかく真摯に野球を勉強している。してるか、してんの、してる、してる野球の勉強してるかな。してる、まあ、してる、してるんだろうね、はいはい、してる、してる。親しみやすく一生懸命。あ、親しみやすいってね、よく言われるんですよね。言われんの？言われるんですよね。一生懸命かな。化粧もしないで来て、なんかそこでちょちょってやってさ、で、なんか、まあ、一生懸命な姿勢でいつも来るような感じは一切ないけど、そう見えてんだよね。いや、まあ、見えてればいいじゃないですか。まあまあ、そうだね。だって、あの、すごいゆる、うん、私はね、こう、なんか、あの、まあ、一応お仕事ですけど、うん、すごいゆるい気持ちで来てるわけですよ。日常だもんね。そうそう、あの、今日も佐藤さん楽しく会話しようぐらいの感じ で佐藤さんまだ多分喋ってるから化粧は後でここ来てやろうみたいな。来て来て、佐々木さんとの掛け合いが絶妙、はい、おお、ここいいじゃないですか。まあまあそうだね、そうですね。瞬発力のある受け答えがすごい。あ、瞬発力あるかな。いや、もう、だから一切台本がないじゃないですか。まあまあそうだね。それでちゃんとね、掛け合ってるってことは瞬発力ってことですよね。といったコメントが寄せられたが、はい、その野球に注ぐ熱意が高評価の一番の理由のようだって書いてる。おお、私熱意あるんだ。え、だからそう見えてるんですって。すごいな、はい、うん、まずそのエントリーされてんのもすごい。そうなんですよ、うん、はい、だってあれだよ、全員よ、はい、全員、うん、BS 地上波 CS あるけど、はい、全員局、うん、じゃん。そうですね、まあ、フリーの方もね、いますけどね。でもその番組が、あ、全員 CS か BS か地上波じゃん、はい、全員、はい、
だからいや全員、はい、局が制作してる番組じゃんね、はい、全部、はい、これをYouTube も立派なメディアで勝ったな。そうです YouTube が局の番組に勝ったな、はい、そうです。あの、ね、一応ね CS でちょっとやってますからねまあまあまあそうだね、はい、まあまあそうだね、はい、でも主な番組だから主な番組多分大体この視聴者の方ですからそれはご報告やな。すごいな。結婚よりもびっくりしません？うん、びっくりする、はい、うん、やっぱりだって勝ってる人がエグいもん。そうなんです。いや、私候補に入ったことを知ったときに、うん、いや、なんかもう候補に入れてもいただくのも恐縮です、うん、ありがとうございますって感じだと、うん、もうこんなの1ミリも期待しないので、うん、なんか家族に、うん、なんかこういうアンケートあるよとかも言わないで、うん、もう本当にありがとうございますって感じだったんです。書けるんちゃう？プロフィールに。あ、好きな2021年度、はい、好きなスポーツアナウンサーランキング1位かけちゃう、肩書きで。かけしかも私、あの前副音声やってた時に、うん、里崎さんがちょうど1位になって解説したランキング、うん、で人生で1位取れることなんてないですよって言って、うん、私なんて多分一生人生で1位なんて取ることない人生ですよって言ってたんですけど、うんうん、取れたんですよ。しかも結構価値あるよこれ結構ありますよね。めっちゃある。だって絶大な信頼があるスポナビさんのランキングですからね。これはめっちゃあるわ。もう私肩書きこれにしますわ。なに好きなスポーツアナウンサーランキング1位の袴田彩です。袴田さん、はい、俺はキャラで許されるけど、はい、あの許されへんと思う。あの俺はちょっとキャラ的に、はい、いや解説者のランキング1位なんでって言っても多分全員が冗談言とか思って軽く受け流してくれるけど、ね、あのこれ一歩間違ったら嫌味に聞く。気をつけた方がいいよ。そうですね、うん、でもすごいな。いやそうで、ね、ちょっと一番驚いてるのは私ですからね、うん、はい、書いてるもん元東北放送。そうですよ、だって1ミリもこんなの引っかからないと思ってたのに。まあ、あと本当一番受けるのが主なスポーツ番組に佐々木智也の佐々木チャンネルだからね。そう考えたらやべっち FC とかと一緒じゃないですか。やべっち FC じゃないですか。佐々木チャンネル。いや、やべっち FC は、はい、プロ集団が作ってるやつだから局で、はい、そんなよ、はい、カメラ1台と、はい、あのスタッフ2人しかいない。こんなあの一室で撮ってるやつじゃないから、はい、いやでもスタッフの、ね、皆さんも嬉しいですよね。これはねえ、やばいな。やばいですね。浜さん1位なんでね、はい、今後もこの1位に甘んじることなく、はい、1位になったら次何が来るか知ってる？何ですか？え、もう一回来た時2位になったらどうしようと思う。俺前田あっちゃんの前田あっちゃんの気持ちがめっちゃわかるんだよ。なるほど、うん、やっぱこれプレッシャー、はい、1位で居続けなきゃいけないんだよ、はい、いや私だってランキングだってもう入るとは思ってなかったから、うん、もう1回1位取れたらちょっと満足かもしれない。いやいや1位はもう1位で居続けなきゃいけないんだよ。分かった、じゃあもうスポナビさんもうアンケートやめてください。もう申し訳ないけどね。もう1回だけ。あ、4年に1回とか10年に1回。気持ち分かる。俺もそういう気持ち。ねえ、うん、そうもうランキング入んないかもしれないし、候補に入んないかもしれない。まあでもよかったね。よかったです、うん、いやでも本当に多分このチャンネル見てくださってる方のおかげだと思うんですよ、うんうん、なので本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございました。もう予想外の本当嬉しさでした、うん、はい、小川さん、はい、好きなアナウンサーランキング女性編1位おめでとうございます。